い、ちなみにあの絵はお得意でしょうか。いやすごい成績悪かったです。あ、素晴らしい。というわけで、徳川さん、絵描くのどんくらいぶりですか。もう中学生ぶりですね。あ、いいですね、はい、ちなみにあの絵はお得意でしょうか。いやすごい成績悪かったです。あ、素晴らしい、はい、じゃあまずは絵お願いします。いきます。うん、あ、でもうまいあ、でもなんかいびつですよ、やっぱ。まあ、ちょっといびつですよね、うん、思った以上に中学校3年生ぶりに描いた戸川マネージャーの円がうまいっていうのはあるんですけど、ただまあ、ちょっとこう線がねいびつだったり、うんうんうん、まあ円というには、まあ、もっとうまく描けるかなっていう方法があるので、戸川マネージャーには、次はそれを実践していただこうと思います。というわけで、戸川マネージャーの練習が終わりましたので、はい、書いていただきたいと思います。準備はよろしいでしょうか。はい、頑張ります。はい、お願いします。それではどうぞ。はい、すごい、うまい。じゃあちょっとこれで消しゴムを消して、これね、最初の、はい、そうです、ここをちょっとこう削ってあげるとできましたね。これ素晴らしいですね。ちょっとこれうまくないですか。めちゃくちゃうまいです。じゃあビフォーアフターを比べていただいて、はい、はい、これがビフォーですね。これ書いちゃいましょう。もうビフォー、まあね、ビフォーテキストを入れるんではなく、こうやって書いていくスタイルでいきます。はい。素晴らしい。おお。前のやつもね、うまかったですけどね。こっちの方がやっぱあれですね、でもちゃんとしたブレがないですね。ブレがない。うん。なるほど。これ簡単ですよね、とかもね。はい。中学校。3年生以来ぶりに、書いた戸川マネージャーの円、こちらが、その技を使う前のビフォー、まあ普通にうまいですよね。うまいですが、こちらアフター、テクニックを使って描いた、あくまでフリーハンドの円ですからね、すごいですよね、誰にでもできる。というわけで解説です。ですね、どうやったら円を上手に描けるのか。円を上手に描く道具といえば、皆さんすぐ思い浮かぶ、そう、コンパスです。ということで、手をねコンパスにすれば円は上手に描けます。ただまあそうは言っても、手コンパスにするって言ったら、手そんなこう上手に手首を固定してやるんですか。これね、プロのテクニックだとね、そういう技もあるんですが、それはねかなり訓練が必要なので、そうではなくて、手をコンパスにして、これで重要なのは、手を回すのではなくて紙を回すと非常に綺麗な円が描けます。というわけで実践してみたいと思います。指をね固定して、どこか一点を、支点に決めてください。そして置いて、あとは紙をくる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 、はい、というわけでどうでしょう。フリーハンドで描いた絵、すごい綺麗じゃないですか。すごい、これフリーハンドですからね、あの線もなみなみとしてなくて綺麗な線で、かなり戸川マネージャーの一番最初のやつと比べてもかなりね、戸川マネージャー上手に描けてますけど、それと比べてもやっぱりこう手をコンパスにして描いたバージョンと、完全にフリーハンドで描いたものだと全然その正確さっていうのが違いますよね。これ慣れればね、本当何回でもできます、まあ、ちょっとだけコツがいるんですけど、あんまりこう力を入れすぎずに、紙を回す、コツは紙がね回りやすいところでやってください。紙が回りやすいところでやれば、まあ、あとはもう指がね固定されているかどうか、
ね、かなり綺麗に描けますよね。というわけで、ぜひ皆さんもやってみてください。今からできます。